ミシェルを殺してどうする？このゲートを開く。メルゴダが300年以上の時を経て、またこっち側とつながるんだ。それには命が必要なの。ズールの濃厚な命が手に入らないのなら、エルフ、あるいはこの巫女。あの怪物とエルフ、巫女の命が10日だというのか。この世界には2種類の命があります。生きる命と生きるものを守る命。私のは人を守るための命です。エルフも同じです。その長命で人を見守り、時とともに生じる歪みを修正する役割を担っているのです。ズールという怪物は、おそらくあれも何らかの必要があって生み出された命。ゲートを開くのに必要な命は誰のものでも同じってわけ。ただ神殿のみんなは昔からの知り合いだから、取引してやってもいい。ズールの命が入った命の器を渡せば、ミシェルは返してやる。さあ考えて。嘘。ミシェル。各社たちよ、怪物の命を渡してはいけません。私は断りを守るためにこの世界に使わされました。今この状況においてあなたたちを守るとは、それはいかなることか考えた結果、こうすることが私に残された唯一の道なのです。この世界を脅かす者に屈してはいけません。ほんの少しの譲歩がこの世界を壊してしまうのです。皆さん、ダメだ！これ何？どういうこと？術師の狙いは俺の弱みを突くことだ。だから臆するわけにはいかない。認めるわけにはいかない。強くある。それがミシアの意志だ。自意識強すぎないかな。
しかった。私がいなくても世界は変わらない。レオは変わらない。みそぎの神殿の誓いで俺は変わった。お前が変わらずに過ごしているのも理解できず、だから変わるしかなかった。なんだ、すれ違いか。ディアマンテスってのはどんな野郎だろうな。イリスをこの世界から引き離すなんて。顔を見ておかないと気が済まん。